友達とクリスマスパーティーしてた。クリスマスも仕事だった。お疲れ。これ、ね、なんかいい感じにリボンの形が。わ、プレゼントだ。センキュープレゼント。あ、いいんじゃない。本当はね、これがね、前にこうなってくれたら嬉しいんだけど、でうまく形が整わないよって。キュッ、こんな感じ。こんばんは。すごい、クリスマスプレゼントいっぱい、ありがとう。イエーイ、クリスマス。さっきあのショールーム開いたら、キアラとモモケンが一緒にクリスマスパーティーしてた。なんだ、かわいい。かわいい。二人でお揃いのうさちゃんかぶってて、かわいい姿をちらりと見ました。イエイ、こんばんは。こんばんは。ケーキ作ってた。ケーキ作ってたのか、いいね。ケーキ食べた。みんななんか食べましたか。なんか食べた。私も食べました。ケーキ食べた？ケーキ食べた。メリクリー、メリクリー。チキンステーキ作った。うすごい。焼いたってことなのかな。ケンタッキー、そう、今日楽屋に、お話し会の楽屋にいっぱいクリスマスのパーティーみたいな食べ物がいっぱい来たんですけど、私自分の記憶の中でケンタッキーを食べたことがなくって、一度も、記憶がある中でね。ケンタッキー食べたことなかったんですよ。だからその話を昨日してたんですけど、そしたら今日ね、ケンタッキーが現れて、ケンタッキー食べれてね、嬉しかったです。初めて、ちっちゃい時に食べたことあるのかな。でも私の記憶の中では食べたことない。なかったんだけど、美味しかった。私が食べたのはあばらかな、あばらの部分、あばらの部分を食べました。大きい、こんくらいの大きいサイズの食べました。美味しかったです。あ、すごい、やっぱりメイクさん。メイクイスマー。ケンタッキーのハンバーガーが美味しいらしいっていうのはよく聞くので、また何かの機会に食べてみたいです。自分へのプレゼントにはなちゃんの名前刻印した。あら。何に刻印してくれたのかな。ケンタッキー僕も食べたことない。初ケンタでした。美味しかったです。ビスケット美味しいね。みんなも言ってた、ビスケット大好きって。ビスケットおやつかな、どんなんだろう。スコーン、なんだあれ、なんだ、スコーン、スコーンみたいなイメージ。エビグラタン、そう、なんか大きいバスケットみたいなのにチキンとグラタンとガトーショコラ入ってました。豪華だった。豪華やね。スコーンみたいな味、どうなんだ。さっきリサちゃんが声変わりしてて、さあこっちへおいでって言ってた。あら。声変わりしてるね。今リサピョン、リサピョン声変わり中です。仕事頑張った。お疲れ様。お疲れです。今日はね、お話し会の時私ストレートしかやってなかったんだけど、巻いてる時もあったけど、あれはストレートアイロンで巻いたのであって、コテで巻いてなかったんですけど、今日初めてコテで巻いてみました。あの、人生でコテで巻いたのは3回目ぐらいです。はい。と、ヘアアレンジ上手になりすぎじゃない。全然全然、あのいつもねヘアメイクさんにやってもらってるのでね、あのすごい綺麗なんですけど、
お話し会の日はね、自分で髪の毛をねやらなければならぬので、今日はねやっぱサンタ着るし、ちょっと巻いてみるかって思って頑張って巻いてみた。意外と残ってるね、夜になっても残ってます。前巻いたのはディズニーランドに行った日なので、まあ1ヶ月ぶりぐらいですねと、こんばんは、今日お話ありがとうございました、ありがとうございました。ね、わかる、やけど怖いよね。クリスマス食べ過ぎてやばいよって、いっぱいお食べ、いっぱいお食べになれ明日もダメ、何か食べるのかな。2日間何かしますか。私たちはね、明日ねクリスマス配信があるので絶対見てね。何時からだっけ、ちょっと早めの時間だったかな。はなちゃん話してて、話して元気になりました、やった。あ、そうだ、ツアーのね申し込みが今夜までだ、ツイートしなきゃね。そうだった、そうだった、そうだった、みんな申し込んじゃい、申し込んじゃいクリスマス配信楽しみ、お楽しみに。あ、5時45分からめちゃめちゃ早い時間だね。あと30分ほんまやんけ、ほんまやんけあ、申し込んだ、ありがとうございます。明日小学校の子に、小学生の子に勉強教えてくる、頑張ってください。ファイトーン。あ、バイトで見れない、そうか、ちょっと早い時間だもんね、しかも返信だもんね。友達からの返信がないの、まだ申し込めてない。友達の返信が、じゃあ55分まで来なかったらもう申し込んじゃおう最近好きになりました、ありがとう。ビートワックス行ってよって、ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張しました、昨日本当に。神戸行きたい。明日の配信もサンタさんかな、何かな明日もお仕事できる、ハンジャム見て元気だった、頑張る、頑張れ、ファイトだよ。そう、お昼の公演、昨日のねビートアックス、お昼の公演のステージをちょっとだけ、ルセラフムさんのステージをね見させていただいたんですけど、本当にかっこよかったです、すごいかっこよかった。クリスマス毎年イコラブちゃんと過ごせて幸せ、これがきっと幸せ。明日頑張れば新しい会社で、おめでとうあ、 TikTok 可愛かった、そうだ、さっき載せてくれてたアンコロチアンが、そう、昨日と今日で TikTok やってるよ、見てね、見た、コメントしたかなTikTok を2日連続だって、4 TikTok 嬉しい。明日を乗り越えれば冬休み、やった、めでたい、冬休みだって。ビートアックスのグラブちゃん、キラキラして体力すごくてとっても苦しかった、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。私たちもさ、ツアーで有明アリーナでさ4月にやるんですけど、昨日も有明アリーナだったんですけど、すごい会場が大きかったので、そう、頑張らねばならぬなと思いました。体力をつけていくぜ。ハンバーグ作ったよ、いいじゃん、初稿おめでとう、初稿ありがとう。そう、今日お話し会で初稿を取ったねみたいな、初稿を勝ち取ったねみたいな、最初初稿がどうしても聞き取れなくて、なんかなんとやん、七冠おめでとうみたいな、えみたいなあ、七冠、あ、初稿ねみたいな、初稿、そうなんで初稿をいただきました。そう、私あの大企画に全部参加させていただいてるんですけど、運と高卒の力で王の座を
勝ち取っていっていますね。有明アリーナめっちゃ見やすかった。そうステージがね、真ん中がメインのステージで、すごい斜めの構成だったからね、珍しい形で、しかも演出もさ、照明とかもすごいかっこよくて、上にモニターがあったり、最初の登場とかも真ん中のステージがせり上がってくるみたいな、すごかったです。はなちゃん大好きすぎてつらい。羊ですか、これはね、何だと思いますか。クイズ大場王、これはなんだ。大場王の座は誰の手に。サンタやっぱり可愛い、誰が取るかな。イコラブクイーン、そうイコラブ王もね、私持ってるんで。イコラブ王いつやったんだろう。ショコが花ちゃんはヒントから考察する能力がすごいって言って、すごいって言ってた。それ間違ってない、その通りだと思う。考察して、その子がこれ答えそうかなっていうのを書くっていうのをしてたら、なんか当たったりするんですよ。で今回の初候補はあれ、始球式が当てられなかったのはめっちゃ悔しかった。絶対分かったじゃんみたいな、絶対始球式分かったのに、その時は頭にどうしても思い浮かばなくて、ちょっと当てられなかったのはちょっと一番悔しかったですね。こんばんは、こんばんは。さまざまな動物、いっぱい動物出てきちゃった。正解は何でしょう。正解はないのかいって。考察王です。 M1 はさっきテレビでつけてて、決勝戦だけ耳で聞きながら、耳で聞いてました。画像を選んでた。何投稿しよう、画像。アルバム発売した時だった、アイコラブを。その時生配信でねやった気がする。予測能力、そうなの、予測考察力、メンバーシンクロ率高めで偉い。はなちゃん毎日可愛くてありがとう、やった、毎日可愛くありたいな。次会えるの来年になっちゃう。来年いっぱい会えるよ。ケーキ食べた、ケーキ食べてよん。のみなさん、と来ますか、サンタ。こんばんは。大場王出たい、みんなそれぞれのさ、推しメンの王に出たいってさ、みんな言ってるよね。初候補に瞳も出てほしかったって、確かにって。初候補でね、またね、なんか今回みんなさ第1回戦だからさ、第2回戦とかやるときはね、また違うメンバーでやっても面白いかも。当たりたい、当たりますように。花サンタが今からみんなに幸せを届けに行くよ。キラリン、こんばんは。来年年女、せやで、来年年女やで。待って、これタワー。待って、これ積み重なってるのって、もしかしてタワー、もしかしなくてもタワーじゃないか、これは。いつの間に、あ、待って、このさ豪華なさ、なんかピョヨヨヨみたいなのがタワーだったってことか。そういうことだ、そういうことだね。
ラストノートの君のぬくもりってとこの声好きで、ありがとうございます。嬉しい。スノードームだ。あのサンタかわいい。あのサンタうちにも来てくれないかな。あのサンタクリスマスプレゼント、この前ラストノートカラオケで歌った。あ、入ってるのね、カラオケにラストノートが。ラストノートタワー誰だ、え、出てくるかな、何位までだろう。タワーを投げてくれたのは何位までの方なの。7位まで。サトシ、ヒロさん、ハマ、シゲトラ、ユウちゃん、リンダ、ニグツ、ありがとうメリークリスマス。7のスクショ証拠取れたかな。取れたはず。取れました。1個増えた。ケータリングはね、お持ち帰りはねしてない。クロウサギも投げた。クロウサギすごい呼び捨てしちゃってクロウサギ、あ、本当だ、発見。クロウサギといたかな。といた、取れました。ありがとう。うさぎ、カタストロフィーの花ちゃんパートかっこよくて沼った、沼りまして、ありがとうございます。危ない、のぞみさんが見えちゃうやん。どう、よいしょよいしょ。のぞみさんメリクリ、のぞみさんメリクリよいしょその部屋寒くない、冬はねヒーターがついてる。花ちゃんみたいな髪色にするために2回ブリーチしたら髪の毛終わったんだけど、おすすめのヘアケア教えて。私も髪の毛ねだいぶ終わってるんだけど、私ねオラプレックスっていうシャンプーとトリートメントを使ってるよ。オラプレックス、あとなんか前髪固めるときはトリエノがいい、ケープよりトリエノが髪に優しいからトリエノがいいですよって。オラプレックス地毛の長さは意外と伸びてきたので、あ、これは違います。どれですかね、地毛はいませんね、地毛がでも結構伸びてるはず。これかな。あ、明日ニアジャイちゃんのツアー福岡なので、前乗りして福岡から見届けてます。そうだよね、そうなの、配信もニアジャイちゃんのツアーと被らないようになってる模様です。よいしょ。どんぐ花ちゃん可愛すぎるんよ、ありがとう、初見です。クリスマス配信仕事中で見れない、ファイトやで。クリスマスアーカイブもあるんじゃない、うん、クリスマスコンサート、トランペット吹いてきた。お、すごい、トランペットお疲れ様、こんばんは、メイクスマス。なちゃんのハーフツイン めちゃくちゃ可愛いです。一番見たかったから嬉しい。そう、今日ね、そうハーフツインをこの長さになって初めてハーフツインしてみた。さっきツイッターに載せた。今着てるの買い、どこに売ってるの？これですか？これはなんかコスプレで検索したら出てきます。お写真可愛かった？
そう、何乗せるか迷ってね、なんかハートしてるのとか結構漏れたんだけど、なんか2枚の方が収まりが良かったので3枚にするか迷ったんだけど2枚にして、配信終わったらその耳ください。この耳、この耳は引きちぎれません。ネイルみたい、ネイルは今ギラギラです。ハートもください。耳だけ聞いてて画面見たらめちゃくちゃ可愛くてびっくりした。どうも、いつも耳だけ聞いてる耳だけ聞いてるショールームをご覧の皆さん、こんにちは。耳だけで聞いてるの知ってるで。バックグラウンドで、バックグラウンドでもしかして今聞いてるんじゃないですか。あれ、バックグラウンド、バックグラウンドなんちゃう。あ、バックグラウンドのミンが現れた。バックグラウンドのみんな、みんな あ、やべ、バレた。あ、現れた。わんさか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 引っ張り出してくる引っ張り出してきた、バックグラウンドのみ。ドキ、見てる。あ、ずっとスクショしてた。バレたからはなちゃんの顔見に来た。あ、声で聞いてたんだ。ラジオだ、ラジオにしてたんや。私がコメント、あ、コメント少なくなってきたなって思ったらみんなコメントしてくれないかなって待ってたら現れた。ふふふふふふふ、こんばんは、こんばんは。じゃあバックグラウンドのミンとコメントしてくれてたミンに、今日の一日どんな一日だったのかなって質問したいと思います。今日の一日はどんな一日でしたか。こんばんは。チキン食べました。チキン、私も食べた。お話しした、作戦通り、イエイ。配信きっと勉強に集中できる。ほんと、ケーキ作ってよ。バイト受かった。おめでとう。ローストビーフ作った。すごい、移動で疲れた。お疲れ。ずっとバイトだった。映画見てきた。爪切った。えらい、爪切って。えらい。何の映画見たの。桃鉄ワールドずっとやってた。ウィー、桃鉄ワールド。お話できてハッピーでした。こんばんは。お話したかった。お話しようね。また幸せな一日だってよって。 M1 見てた。 M1 1から見たいな。私もお仕事だったけど今話を見て幸せ。好き。ラーメン食べた。お寿司食べた。あ、私もお寿司私もお寿司食べた。お寿司、世界一かわいい美味しいちゃんに会ってきた。こんばんは。お話し会参加しました。クリパした。クリパいいね。お話しできて朝から幸せになれた。お話しできてハッピー。お掃除、お掃除してた。偉い。お鍋食べたよ。中華食べた。新しいドライヤー買った。お、クリスマスプレゼントだ。家の障子を張り替えてました。偉い。偉すぎエピソード。東京ドーム行った。何があったんだい今日は。お鍋食べた。お鍋食べた。みん2人。今日は花ちゃんとお話ししてるんで、バイトして早上がりしてケント食べてケーキ食べた。充実充実してるやん。アイドルのライブ行ってきた。何のアイドルだろう。ボーっとしてた。ボートレース、ボートレース。部屋の片付け私もやんなきゃ。焼肉食べた。お昼のパーティー配信に使われた。本当、花ちゃんにコメント言われた。今読んでる。雪だるま作ったの。雪だるま作ろう。現像してた。お、写真の現像。寝てた。 VTuber のフェスに行ってきた。おー、どこでやってたんだろう。クリスマスキャロルの映画見てきました。いいね。クリスマスマーケット行った。めっちゃ混んでそうだね今日。イルミネーションとかも、クリスマスマーケットとかも混んでそう。昨日とかね、なんか渋谷の駅がめっちゃ混んでるみたいなニュースになってて、わお。ネギトロ食べてる。ずっと寝てた。競馬と M1 観戦してた。いいね。お友達と飲みに行ってた。こんばんは。花ちゃんと話せて楽しかったよ。ありがとう。演奏会の打ち上げでイコラブ普及した。お、
嬉しい。今日友達に布教されてきましたっていう方とかもね結構いましたね。さっきチキン食べた、ピザ食べた、ピザも食べたしチキンも食べたしケーキも食べたし、お寿司も食べた。ちょっと食べてるやないかい。かわいい花ちゃんとお話しして最高の一日でした。カレーナン、チキン、ポテト食べた。お、いっぱい食べてる仲間。お掃除してた、えらい。オタクとクリパしてた。オタクとクリパいいね。お趣旨パッキングしなきゃって思ってた。あら、年末、年末大移動、大移動。お話し会年内行けなくてお医者で癒されたよって、ありがとう、見てくれて。お誕生日会してもらってます。え、素敵やん。コメント全部読んでる人、なんか今んとこ読んでるかも。楽しかった。職場でクリスマスツリーのコスプレしてた。めちゃめちゃ愉快じゃん、その職場。めちゃくちゃ自転車こいだ。お疲れ。私今日頑張って、何？お話し会の会場から頑張って帰ろうと思ってめっちゃ早歩きしたらすっごい汗かいちゃった。めちゃめちゃ頑張って歩いた。お話ししたかったよって。ベートーヴェンの大工のコンサートに出てた人いる。出てたの。すごい、山行って水汲んできた。水汲みしてきたの。ケーキ食べた。大掃除しました。スーパーで働いてました。お疲れ様です。あの花が咲く丘で君とまた出会えたらって映画見てきた。なんか聞いたことあるような気がする。あれ、なんだ。お話ししてからスペシャルディナー作ってた。あ、いいね、スペシャルディナーって素敵。仲いい後輩にコラボ進めてきた。ありがとう、うさみ、かわいい。やった。歩む記念で2800円かけて500円戻ってきた。お、500円。1ヶ月くらい前に知って好きになりました。ありがとう。なぜかうちチキンとおでん出てきた。いいじゃん、あったかいじゃん。花ちゃんと結婚するためにオタクと会議してた。どないしたら結婚できるんやろかって。ザヒフスとヘブロって聞いてた。いいやん。カレーそば食べた。あ、カレーそば、この間なんかね現場でねカレーそばね出てましたね。私はね食べなかったんだけどカレーそば出てた。ケーキ屋並んだ。お、はやちゃんの配信見るのが一番幸せです。横浜行ったらクリスマスキャンドルで溢れてます。いい、素敵だね。チキン食べながら M1 見てた。 M1 見てる方も多いかも。クリパしてる中お話し返したらガヤが多かった。わいわい、可愛い古着買えたの嬉しかった。クリスマス6人でご飯食べ、うん、いいじゃん。友達とカラオケクリスマスパーティーした。ザゴス流した。白く光る雪、薬指リング、ザフィフスね。関東は雪降ってないけど雪降ってるね地域の皆さんもいるから雪寒いと思うけど、ザフィフスどぼくくり聞きながら素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。ピザ食べたくなったからいつ食べようか検討してます。いつ食べようか、美味しかった。友達にコラボ布教してたよって。みんな布教してくれてる。いいね、布教布教できる友達がいるっていいわね。福岡へ来てケントのチキンとコンビニケーキ食べたい。食べな、ナッコプセ食べてきた。何それ、ナッコプセって初めて聞いたワードすぎる。ナッコプセ、何それ、めっちゃ気になる。おでん作った。おでんの麺も多いんじゃない。お買い物してた。仕事でした。お疲れ。ケーキ食べ損ねて、しょんぶりミキ、しょんぶりってなんだ。しょんぶりミキ。ウィッシュ見てきた。あ、私も見ました。ウィッシュ見たよ。見た。ピクニック行って夜ピザとケーキ食べてよ。いいな、雪だるま作ろう。もっと聞きたい。鴨肉美味しかった。鴨肉昼寝したら夜になってた。お仕事してた。雪だるま作ろう。
ドアを開けて一緒に遊ぼう、どうして出てこないの、前は仲良くしてたのになぜ会えないの、雪だるま作ろう、大きな雪だるま、あっち行って花、わかったよ、今日プロポーズしましただって、あすごい、今日プロポーズしましたって言った瞬間パーって出てきた、イエーイ、成功したかな、成功した、どうなの、ドゥ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 、あ急にみんなにコメント、あのバックグラウンドのみんなにコメントを要求したら急に時差が生まれた急に時差が生まれちまったぜ、うん、一回上に遡ってみます、遡る、上に行ってみ、あすごい時差とっても時差があるわわかったよ、あっち行ってアナわかったよ、毎回お話が緊張するけどハンちゃんがたくさん話してくれるから安心できる、ありがとう軸歪んでるコンビニのホールケーキは高いね、いくらするんだ、高そう、確かに高いよねコンビニのケーキもね、うん、雪だるま作ろう、自転車に乗ろう、ずっと一人でいると急に音外した、ずっと一人でいると壁の絵とおしゃべりしちゃう、頑張るじゃんねチャララララララ柱時計見てたりするの、チャララチャララ、え、あと5分、嘘、そんなことある、嘘嘘嘘嘘だ、え今焦ってる、ナッコプセ韓国料理なんだ、気になる気になる気になる、え本当本当なの、タワーが増えてるって、タワーどこまで投げてくれたんだい、どこまで投げてくれたんだい、10倍じゃない、10位までタワー、1位2位は2倍、10倍まで10倍10倍で、クロウサギ、サトシ、ヒロさん、ツッコ、ハマ、シゲトラ、わーちゃん、ゆーちゃん、リンダ、ニグツ、スクショしとこ、10位までね、10スクショした、オッケーよいしょ、時を止めて、時を止めよう、危ない危ない、よいしょ、足がつっちゃう、カシャカシャカシャえー、教えてよ、え何が好きか、私この間あの サンタのコスプレ何買おうか迷ってるみたいなモーメント、ファンクラブのモーメントに4つぐらい何がいいかなって投稿した時に、教えてよ何が好きかサンドイッチの絵文字でつけて投稿したんだけど、意外とあんまり気づいてない、なんかコメント見てたらあんまり気づいて、なんかあんまり触れられ、あんまり触れられてなかった、あまり触れられてなくて、あ意外と気づかないんだって思った、もうやっぱ文字だけじゃあんま分かんないかって思いました、教えてよ、よだけカタカナ、何が好きか、サンドイッチの絵文字それ何、 それ何っていうコメントも来てた、 何サンドイッチの絵文字みたいな、何そんな絵文字みたいな、わらわらみたいな、返し方が難しかった、ごめんごめん、なんかハードル上げてごめんね、あ一人で突っ込んでた、僕と同じじゃないかでいけますね、音が必要だった、確かに音必要ですね、完全に、あと2分、あと2分、あみんなツイートじゃない、ツアの申し込みしてね、ツアの申し込み、
急げ急げ、さあ申し込んでよん、ドゥルルルン。ツイートの申し込み、ツイートの申し込みはしないですね。イエイ、オーバー検定合格、オーバー検定頑張ってください、頑張れー。それじゃあ皆さん、また明日、また明日、まったねー。準備は OK、 スタンシーみんなセーバーオンライ、バイバイ。あ、まだ終わってなかった、バイバイ。バイバーイ、おやすみなさい。ちょっぴちょっぴちょっぴ。心臓がバーム。眩しい光を浴びて歩き出そう、前だけ見て。おやすみなさい。ありがとうございました。めっちゃ聞いてる今。ありがとうございます。バイバイ。